マルタンピエール・ジョゼフ・マルシックは、ベルギーのバイオリニスト、作曲家、教育者。彼が所有していたバイオリンは、アントニオ・ストラディバリが1705年に制作した、もので、以降マーセック・ストラディバリウスとして知られるようになった。1966年から1974年に、この楽器を使用していたのは、ダビッド・オイストラフであった。マルシックの兄弟であるルイ・フランソワの息子。 すなわち老いにあたるアルマンは20世紀の著名なバイオリニストであった。マルシックはジュピー・シュルムーズに生まれた。1854年7歳でリエージュ王立音楽院に入学を許可された彼はデジレ・ヘインベルクにバイオリンを指示した。1864年にゴールドメダルを受賞して卒業するとブルッセルでユベール・レオナールの下で研鑽を続け、 1868年にはパリ音楽院でランベール・マサールの門下に入った。1871年、マルシックは新たに設立されたパリの国民音楽協会に加わるとともに弦楽始終相談を創設した。1875年から1895年にかけてはシャルル・ラムルー、ジュール・パドルー、エド・アール・コロンヌといったパリを代表する指揮者と共演し、 ヨーロッパやアメリカへの演奏旅行も行った。また、彼は、ヨーゼフ・ヨアヒムとも共演しており、チェリストのアナトーリー・ブランドコーフ、ピアニストのブラディー・ミルド・パハマンとのピアノトリオとしても、活躍した。1892年から1900年の間、マルシックは、パリ音楽院で教鞭を取り、フレッシュ・カー・アロイ、ジャック・ティボー、ジョルジェ・エネスクラを育てた。1900年、 彼は1872年に結婚した妻のベルテ・マルシックやモンテを置き去りにし、既婚女性と国外へ駆け落ちした。その女性は夫の元に戻りマルシックも1903年にパリへ帰ったものの、このスキャンダルによって損なわれたキャリアは回復することなく、彼は貧困の中パリで生涯を閉じることになった。弟子の一人であるジャック・ティボーによれば、レッスンの旅生徒たちに、 新しいエチュードを渡していた。また、ピアノで伴奏を弾いたり、バイオリンで即興の伴奏をつけたりした。ピボーは、マルシックが重視していたものとして、運弓をする際に、ブレない確実な音程で、均質な音色を保って、響きのある音色を作れることを挙げている。マルシックは1906年に、指使いの教則本衆、ユリーカを刊行、観光、1924年には、 ラグロメア・ジュビオロンを出版している。これらの他に、彼は、弦楽合奏とフルート、クラリネットのための7重奏曲、スーベニール・デ・ナポリ、1曲のピアノ30奏曲、リリック・ドラマ、レプウィーなどを作曲した。ロベルモン・ボッチにある、マルシックの墓アダージョ・スケルサンド・アダージョと、カプリッチョ・パストラル、スケルツォ、ハバネラ・キャプテバンティ・エックス・アルトション・アッテンテ。 バールセトリオンフ出展。ありがとうございます。